先頭バッターのテイラー。おー、うん、いきなりパワフルなストレートでした。2球目フォーシーム、1番のタイロン・テイラー、いいスライダーでした。いいですね、いいですね。初球の大きく抜けたストレートが嘘のような2球目3球目のですねボールですね。そうですね、はい、スライダーで追い込んで、これもキレがありました。ボールにはね、初球の大きく抜けたストレートが嘘のような2球目3球目のですねボールですね。そうですね、はい、スライダーで追い込んで、これもキレがありました。ボールにはなりましたが、1番バッターのテイラーは24歳、2012年のミルウォーキーブルワーズのドラフト2巡目に指名されています。大谷はツーシームじゃないですね、フォーシームをしっかりと投げてますね。そうですね、今のでも綺麗なストレートです、はい、うん、これは一回いいところでした。今は完璧に狙ってそこなんですかね。そうですね、狙ったところ付近にやや外に行ったんですけど、はい、しっかりしたところに投げましたね。まず先頭バッターは外側のこの球で取りました。右バッターのテイラーに対しては外中心、低めの球を打たれて左中間、今日はミルウォーキーブルワーズの中では2番と4番に注目です。その2番のケストン・ヒューラー、4番にも注目です。バッターボックス3番のニック・フランクリン、ショートを守ります。立ち上がりここまでフォーシームとスライダー、左に対する大谷です。今日は45球から50球がメドです。フォークは初めてでしょうかね。そうですね、はい、しっかりと挟んでいます。これ前回はこのフォークがいいところに決まりました、今日最速です。154キロ、かなり力を入れてと言いますかね、腕を振って投球はしてますね。そうですね、はい、あの小早川さんおっしゃった先頭のテイラーに対しての初球は高く上ずりましたが、それ以降はフォーシームうまくコントロールされてますね、はい、今日マスクレネ・リベラは公式戦でも多分マスクをかぶってくる選手です。去年はマルドナードが初めて正捕手になりましたが、この
移籍のリベラも大谷の球を受ける可能性があります。これはいいところに決めたスライダー。今日はここまでフォークが1球だけ、前回は結構投げましたがスライダーをこうして多投しています。今日はここまでの意図としては小早川さん、フォーシームとスライダーをうまくコントロールしようという、はい、そうですね、私の見る限りではしっかりとこう強いボールを投げようと指に引っかかったですね、はい、そういう、これも最速です、はい、156キロ、そういう投球に見えますね。そうですか、強い球を、はい、だからもう思い切って腕を振れる、まあ、フォーシームですとかスライダーですよね、はい、変化球でも、したがって抜いたようなフォーク、そういったボールはちょっと、まあ、叩きつけるような感じになってますね。そうですね、はい、前回はそのフォークも結構投げていました。おっと、おっと。だからフォークですとか今のような抜いた、まあ、カーブですね、今日、はい、おそらくはちょっと制球できてませんね。そうですね、はい、この球です。でもこの辺りはちょっとメジャーの、まあ、完全に抜けてますからね、はい、まあ、ボールに対してちょっとまだ滑るといいますかね、ええ、はい、そういった感じの投球になって見えてますね。これもちょっとリベラが要求した球とは違うかもしれません。よくあのメジャーリーグのマウンドは硬いと言われるじゃないですか、はいはい、そのあたりのアジャストというか適応能力というのはどうなんでしょうね。大谷はあると思いますよ。あ、はい、そうですか。まだあのもう少し時間はかかると思いますけど、ええ、もう間違いなくできると思います。はい、ここもスライダー、今日はここまでフォーシームとスライダーで組み立てています。フォークは1球だけです。この4番のチェ・ジマンが去年ニューヨークヤンキースにいて6試合で15打数の4安打という成績です。ここはちょっと力が入りました。ホームランも2本放っている今日ミルウォーキーブルワーズの中では注目の一人、2番の日浦とこのチェです。このあたりのコントロールというのはどうなんでしょうね。あのわずかですけどやっぱりちょっと低いですね、はいはい、ここはパワフルなフォーシーム、お伝えしたように今日はソーシア監督45球から50球を投げさせたいという話です。2イニングかもしくは3イニング入るかどうかというところですが、もうすでに18球。あ、ここはいいところでした。3アウトです。最後もこれちょっとフォーシームが抜けたんじゃないですかね。抜けた気味でシュート気味になったので、はい、逆にそれが良かったですね。これもバットの先です。長身の大谷に届きません。今日2本目のヒットを許しました。これもバットの先ですから打ち取った当たりだとは思うのですが、いかがですか。そうですね、これやっぱり外へ逃げる球はフェアです。ここはノッティンガムにうまく打たれました。2013年ヒューストンアストロズのドラフト6巡目に指名されたノッティンガムです。インサイドに要求することはないですよね。これは真ん中に入ってきました。おっと、センターのジョーンズ、
その意図というのは小早川さんどうなんでしょう、右バッターの外で、やっぱそこが中心になるということですよね、はい、もう中心の、まあ、ほぼ高い確率で右の外にボールを集めていくと、はい、そこの制球が必要ということなんだと思います。先ほど打たれたのはスライダー、今度はフォーシーム系の球です。これもちょっと中に入ってきます、はい、だ力を入れて結構大谷ストレート投げてるんですけど、ええ、やっぱりこうメジャーのバッターというのは、初回は右バッターの外をうまくフォーシームとスライダーで攻めていました。これもやや中です。初回よりは中に入ってくる球が目立ちます。先ほど1回大谷がベンチに戻った時にはかなり長い間総司屋監督が話をしていました。これはカーブですかね。カーブだと思いま す, です、ね、はい。まだまだ開幕までは登板機会がありますのでいろいろ試しています。外スライダー、これフォークじゃないですかね。フォークですか。フォークですね。ちょっと、ああそうですね、はい、挟んでますね。前回は今日よりも多くこのフォークボールを投げていた大谷です。ラストバッターライトのデイビス、左への今日の意図、攻めっていうのはどうですか。まあ、左は右に比べてやインサイドのボールを結構混ぜてきながらですね、はい、はい、投球してきてるとは思います。ああこれはスピードボール149キロ。前回に比べてここまでの印象はフォーシームが低めに来ているというところがありましたが、このイニングはスライダーと甘いフォーシームをヒットにされています。まあ、今の投球のどこに今日はボールが行ったかって出てますよね、はい、画面上配球図ですね。配球図ですね、はい、前回はこの配球図の右の上の方にボールが集まってましたね。そうでしたね。今日はほとんどなんて言うんでしょう、スライダーもストレートも左の下の方ですよね、はい、今だったらあのスライダーの4っていう数字がありますね、あの辺りにボールを集めようという今日の、なるほど、はい、これもそうですよね。そうですね、今5が出ましたよね、はい、あの辺にとにかくボールをストレートにしてもスライダーにしてもボールを集めていきたいっていう、もう全体的な考えじゃないですかね。なるほど、今日の右バッターの外、左バッターのインコースと、はい、だからそこにとにかく強いボールを投げていくんだというような感じの投球に見えます、はい、なるほど。あーこれはいい球でした。最後はスライダーで6球目仕留めました。大谷、スプリングトレーニング2回目の登板は練習試合です。今日はここまで右バッターの外側の球、フォーシームとスライダーを中心に投げています。前回のようにフォークはあまり多く投げていません。解説小早川武彦さんとともにお伝えしています。この右バッターの今のインコースのスライダーは今日は珍しい球です。まあ抜けましたよね、今抜けましたね、はい、40球を超えてきました。これも引っかかってしまいました。今のでもあれじゃないですかね、フォークが
抜けたのかもしれませんね。ああそうですね、はい、今もまた挟む仕草を見せました。これもまだ力がありますフォーシームです。今日取った6個目の三振です。ここは高めではありましたがやはり力があるんですね、はい、今日は思い切って腕を振って力を入れながら前回よりも投球しているように見えますからですね、はい、まあ、大谷のこのね挟んでからあの投球モーションに入るっていうのはこれもうずっとやってることですから。そうですね、はい、ファイターズ時代から。そしてこのフォーシーム、2番の注目の日浦です。あいいスライダーです。第一打席はストレートを完璧に捉えられましたのでね。そうでした、トゥーベースヒットでした、はい、あこれもいいスライダーでした。7個目の三振をスライダーで奪いました。今日目安の45球は超えてきました。多分今日最後のバッターになるでしょうから、ここは大谷がどう考えてくるか。3番のニック・フランクリン、5年前メジャーデビュー以降シアトルマリナーズ、タンパベイ、それからロサンゼルスエンジェルスなどと渡り歩いてきました。いいですね。今日は非常に大谷のテーマが分かりやすいピッチングになっています。これもいい球でした。こう見ている限り非常に腕が振れているという感じがします。そうですね、はい、50球目、初回に投げた初球といい力も入る球が何球かはありました。ここまで前の回から4者連続の三振。メジャー通算300試合のニック・フランクリン、決め球をどうするか。最後はカーブでしょうかね。カーブだと思います。カーブで、はい、これで結局前のイニングからなんと5者連続三振です。登板を終えた大谷投手に来ていただきました。お疲れ様でした。今日2回目の実戦登板でしたけれども、今日のテーマと、ご自身で得た収穫を教えてください。今日はカウント球の変化球を中心に行こうかなと思ってたので、まあ、いいところと今日も悪いところが出てたんじゃないかなと思います。ストレートは最速156キロでスライダーも切れてたと思うんですけれども、2回目の登板ということでかなり意識的に進めた感じがしました。その辺はいかがでしょうか。まあ、全体的にゾーンにはまとまってたかなとは思うんですけど、まあ、スライダーにしてもいまいちこう変化の切れであったりとかっていうのは あんまり良くなかったので、まあ、そこら辺はしっかりこう次回につなげたいなと思ってます。これで先発登板から DH で2試合出場して1つのサイクルがまあ終わったわけですけども、コンディションも含めてご自身の中での調整はいかがでしょうか。まあ、毎日こう試合があったりとか練習があったりとかするので、まあ、慣れない部分はすごく多いんですけど、まあ、すごい丁寧にこう進めてもらって、
順序よく来てると思うので、まあ、このリズムを守ってこうやりたいなと思っています。はい、ありがとうございました。大谷投手でした。今日大谷のスプリングトレーニング2回目の登板、小早川毅彦さんの解説とともにお伝えしています。小早川さん、今あのスライダー、まあ、あの今日大谷のスプリングトレーニング2回目の登板、小早川毅彦さんの解説とともにお伝えしています。小早川さん、今あのスライダー、まあ、あの自分が思ったところには投げられたけれども、スライダーのキレがもう一つだったという話がありました、はい、これについてはいかがですか。それはやはり抜けたボールでした。